見つけた人間だ。なんやあの時の女。ちょうどええ、借りは返させてもらう。私だけでもやらなきゃ。火の玉も青猫も死んだ。このイラつきを収めるにはお前しか残ってないんや。こんなところで終われない。なんてな。まだまだもっと痛むってやる。まだ死ぬなよ。一撃で殺すんじゃつまらんわ。絶対に負けられない。みんなを助けるまでは。開け砲兵宮の扉、アセリア。よく聞け、ルーシー。あいつらを倒すなら精霊王を召喚するしかない。精霊王？代償召喚術。一つの金の鍵を壊すことで精霊王の扉を一度だけ開くことができる。金の鍵を壊す？私の鍵を壊す。そんなことできるわけないじゃない。誰かを犠牲にして誰かを助けるなんてできない。これしか方法はない。絶対に嫌。いつまで甘えているんだ。もう会えないなんて嫌。大事なのは思い出か鍵か罪悪感か。違うだろ。仲間を救う力だ。精霊魔導士としての力だ。私の初めての友達。やるんだ。私の鍵を壊せ。私アクエリアスが大好き。やれルーシー。開け精霊王の扉。今まで世話に。さて、古き友よ。精霊を。精霊王か。冥王。まさか精霊王を召喚できる者がいたとは。愛も変わらず、その本を抱える姿、実にふさわしい。
これは END の魂、タルタロスそのものだ。何を企む、冥府の王。察しはついているだろう。我々は END を復活させゼレフの元に帰る。そんなことのために古き友は傷つき倒れているのか。そうだ。そんなことのために古き友は涙を流しているのか。いつかの決着をつけよう、精霊を。古き友の覚悟と契約により友の敵を駆逐する。来い。よう、貴様を許せ。何をしたって言うよ、悪いのアマー。バク、何、水のバリア、アクエリアス、魔力がみなぎってくる。アクエリアスの魔力を古き友の力へと変えた。精霊を。待て、古き友。はい。そなたに星々の導きがあらぬ。ありがとうございます、アクエリアスも。今までありがとう。よし、死ね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 、爆砕してやる。
天を天を開き、あまねく姿を示し、その輝きをもって我に姿を示せ。テトラベルスは我は星々の支配者、アスペクトは完全なり。荒ぶる門を解放せよ。全天88世全天88世照らす星明かりの無限ギャラクシアブレード全方面攻撃。近くにいる召喚者まで殺すつもりか。まさかアレグリアを解いたのか。星の輝きを、闇なる侵食を払い立てまつる運を滅する役は古き友たちに託そう。精霊マルドギールを足止めするつもりか。この裏に人間どもに向けられるということを忘れるな。私がみんなを。カリューのゴブラン！なんだか知らねえけど、助かったぞ、ルーシー。待つ。一旦引くぞ。ギルドに戻って立て直す。エルザ、私。よくやった、ルーシー。今は休め。エルサメ、引いたか。アレグリアのおかげで水を差されたが、次こそは必ず決着をつけてやる。状況を確認する。フェイスは起動したはずだが、我々はまだ魔法が使える。ウェンディが阻止してくれたようだ。だが消息は不明。ウェンディ、タルタロスは墜落し、その破片はフィオーレ中に散らばっている。しかし吸気門は未だ健在だ。我々は準備が整い次第吸気門の討伐に当たる。
私たち、あんなに頑張って一つを壊したのに、こんなにたくさん、もう終わ…言わないでシャルル。もう絶望なんてしたくない。私はシャルルと生きてくって決めたんだよ。ウェンディ、弱音も吐かないし涙も流さない。みんな戦ってる、だから私も諦めないよ。実はこの町の周辺で闇ギルドが活動しているという情報が入った。俺はしばらくこの町を拠点に調査を続ける。何か気づいたことがあれば俺に教えてくれ。そうだな、この間大聖堂の周りに変な奴らがいたのを見かけたんだが、フードをかぶった 3,4 人組でよ。まあそれなら俺も見たぜ。何なんだろうなあれ。まさか怪しい宗教団体とかじゃねえだろうな。少なくともこの町の奴には見えなかったな。カルディア大聖堂の周りで怪しい目撃情報か。町の中に潜む、あるいは町の中で何かの取引を。ともかくそれを手がかりにもう少し調査を進めてみる。有力な情報をありがとう。ルーシー、実は俺が追っていた闇ギルドの手がかりがこの町の近くにあるように、その調査をしている。物騒な話ね。その手がかりって？禍々しい魔力の痕跡だ。どうやら奴らはこの町とその場所を往復しているようだ。じゃあその痕跡を追っていけば奴らのアジトがあるってこと？それはわからない。というより追いきれないんだ。何らかの術式に阻まれているらしい。痕跡を隠すために結界が張られてるのかな。じゃあその術式を解けば。もちろん解除しようとはしてみた。だが難解な術式で俺にはどうにもならなそうだった。ジェラールほどの魔導士でも？力になってあげたいけど私は専門外だしな。無理に協力してもらう必要はないさ。最悪行き来するところを直接抑えればいいんだから。あ、そうだ、レビィちゃんなら何かわかるかも。おい、レビィちゃん、どうしたの？ルーちゃんと、ジェラールさん、実は。なるほど、魔力の痕跡を隠すための術式か。この件には闇ギルドが関わっている。危険な仕事だ。無理に協力してもらう必要はない。ううん、術式文字の魔法は私の専門。解析してみるよ。ジェラル、術式の方は私たちに任せてもらっていい？わかった、場所を教え。頼んだぞ。
行くかな。よし、ここだ。何が出てくっかな。ここかな。本当だ、場所を隠蔽するための術式が貼ってあるね。解除できそう。一見するとローグ文字を使った単言語術式に見えるけど、文法がぐちゃぐちゃ。暗号化してあるんだ。待って、微妙に書き換えられた形跡がある。そっか、これは通行を許可する条件。隠蔽するって言っても関係者は通れなくちゃいけない。きっと必要に応じて術式を書き換えてるんだ。おかげでこの部分だけ暗号化が甘い。ここをつけば崩せるかもしれない。よくわからないけど頑張ってね。よし、解けた。術式を書き換えたから、これで私たちも通れるよ。さすが。よし、先に行ってみよう。市販のじゃないね。見たことないよこんなの。とりあえずジェラールに持って行ってみよう。どこ行くかな。よし、ここだ。さて次は帰ってきたぞ。ジェラール、術式を解いた先で怪しいラクリマを見つけたの。なんだって。見せてくれ。これはかなり前に発禁になったラクリマだ。あまりに強力な効果を持っていたためにな。発禁ってことは違法なラクリマってこと。この手のものは評議員が回収処分してる。それも完全ではない。裏世界ではまだ取引されることがあると聞く。こいつは俺が持ち帰ってもう少し調べてみる。協力ありがとう、ルーシー。うん、ジェラールも気をつけてね。ジェラール、どうした。うちのギルドに何か用なのか。エルザ、実はこの辺りで活動しているある闇ギルドのアジトをついに突き止めた。奴らはこの町で違法なラクリマを取引し収集しているらしい。何の目的があるのかは知らないが、危険な存在だ。町の中でだと。私たちフェアリーテイルがいるこの場所で悪事を働こうなどと。俺はこれから奴らの討伐に向かう。ジェラール、私も一緒に行くぞ。見過ごしてはおけん。エルザならそう言うと思った。というよりそれを期待してこのギルドに来たのかも。危険な戦いになるかもしれない。準備はいいか。ここだ、行くぞ。ああ。なんだお前らは。お前たちがこの町で違法なラクリマ取引を行っていることは知っている。フェアリーテイルがいる限り
この町での悪事は許さん。フェアリーテイルの？そりゃ帰って都合がいい。なんだと？俺たちはフェアリーテイルにこっぴどくやられた元族の集まりなのよ。復讐するため強力なラクリマを集めてたのさ。近々ギルドを襲撃するつもりだったが、ちょうどいい。まずはお前の首を土産代わりにもらうことにするぜ。そんなことは。そんなことはさせない、エルサ。フェアリーテイルは俺が守る。ゼラール。へえ、野郎ども、やっちまえ。降りかかる火の粉を払うのに。決戦。そうか。さて、エリューの斬撃。いざ。ほどにもないな。そんな実力でフェアリーテイルに喧嘩を売ろうなど100年早い。俺はこいつらを評議員に引き渡してくれ。先に戻っていてくれ。ああ、そうだ、ジェラール。どうした、何か気になることでもあったか。いや、戦いの前にお前が言った言葉、フェアリーテイルを守ると言ってくれたこと、嬉しかった。さっきはつい熱くなってしまったな。ただ俺の本心、大魔党演舞にフェアリーテイルとして参加した時、そう思ったんだ。このギルドのために戦えるなら、これほど嬉しいことはないと。ジェラール。願わくばまたあの時のようにフェアリーテイルのために戦える。というのは俺のわがままかな。勝手にしろ。だが少なくともお前の協力を拒む者はこのギルドにはいないだろう。ありがとう。これからもよろしく頼む。私もお前と一緒に戦えるならこれほど嬉しいこと。行き先は帰ってきたか。